ピューマは、五乳鉱食肉目猫カピューマ族に分類される、食肉類。英名は、クーガー。カナダのブリティッシュコロンビア州から、チリにかけて、東道町、体長オス百七から百六十八センチメートル、メス九十六から百四十一センチメートル、お腹十七から九十二センチメートル、体重オス三十九から八十キログラム、メス二十二点七から五十キログラム、 大きさは、井度や気候、獲物の量などによって変異があり、分布域北端と南端の温帯域の個体群は、大型。熱帯域の個体群は、小型。尾は長く、円筒形。背面は、単行褐色や脳黄褐色で、反紋は入らない。次回の外側等の先端は、黒や濃褐色。出産直後の幼稚には、脳褐色の反転や反紋が入る。 多くの個体は、生後9から12ヶ月で斑紋が消失する。幼獣は、体中に黒から黒褐色の表のような斑紋があり、尾には黒い岩があるが、これらは成長と共に消えてゆく。なお嗅覚が鋭い。猫科の大型肉食獣の中では特に眼球が大きく、視力が高い。以前は32アッシュに分ける説もあったが、形態のわずかな際しかなく、 亜種をまとめる説が有力とされる。2000年に発表されたミトコンドリア DNA16 砂などの分子系統解析から以下の亜種に分ける説もある。以下の亜種の分類、分布は IUCNSSC キャットスペシャリストグループに従う。以下の2亜種のみとする説もある。以下の分類、分布も IUCNSSC キャットスペシャリストグループに従う。 森林や低木林、草原、サバンナ、岩が多く植生の点在する砂漠など、様々な環境に生息する。基本的に単独行動であり、オスでは平均の広さ250平方キロメートル程度の縄張りを持つとされる。比べ、メスの縄張りは狭く面積は、その半分から3分の1程度となる。ただし、縄張りの広さは環境に左右され、 餌が豊富で条件が良い地域では、オスの縄張りが1頭あたり25平方キロメートル程度の地域もあるという。敏床で瞬発力に優れ、高さ4メートル、幅12メートルほどの跳躍した記録が残されている。主に中型から大型の夕日詰め類を食べる。北、アメリカでは、オジロジカ、ヘラジカ、ミュールジカ、白岩ヤギ、ビッグホーン、プロングホーン、 首はペッカリーなどを食べる。チリチューブではグアナコが食性の88.5%、トレスデルパイネ国立公園ではグアナコが食性の59%を占めていたという報告例もある。一方で、マザマジ家族、アルマジロ類、ウサギ類、アグウチやカピバラアメリカヤマアラシ類などの月シ類、サル類、アリクイ類及び、 生獣類といった有毛目などの小型の獲物も食べる。鳥類や爬虫類を捕食することもあるが、主な獲物ではない。狩りの方法は、地面に伏せて獲物に忍び寄り、後ろや物陰から瞬発力を利用して一気に飛びかかるというもの。大型の獲物は喉に噛みついて、窒息死させ、小型の獲物は頭部や頸部に噛みついて殺す。獲物の行動を止めるため、 顎や喉笛に食いついたり、獲物を転倒させて、腹部に食いついたりもする。山嵐に対する狩り方は、信毛のない腹部を爪でかき裂くというもの。捕食された動物の中には、飛びつかれた際の衝撃による骨折が、死因のものも見つかっている。殺した獲物は、保存や死肉食動物から守るために、土や落ち葉、雪を被せて隠すこともある。 こうした獲物を数回に分けて食べることもある。アメリカグマやヒグマオ,オカミに仕留めた獲物を奪われてしまうこともある。妊娠期間は82から98日。1回に1から4頭の幼獣を産む。飼育下では最大6頭の幼獣を産んだ例がある。飼育下での寿命は長くても20年。ライオンのメスに似ていることから、 生息地ではライオンを意味する故障で呼ばれることもある。家畜や郊外では犬猫などのペットを襲うこともある。ごく稀に人間を殺すこともあり、1890から2012年にアメリカが衆国及びカナダで本州による死亡例は23例とされる。資料、外獣としての駆除、道路建設による生息地の分断化及び交通事故などにより、 生息数は減少している。アメリカ合衆国東部では、フロリダ州を除いて絶滅した。1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書アイワシントン条約付属書2に掲載されている亜種もいたが、2017年に分類の変更に伴い掲載されていた全亜種が、亜種 PC クーガーに含まれるということになりこれらの掲載は抹消されている。 1977年に猫科単位でワシントン条約付属書2に掲載され、2019年にコスタリカとパナマ古代軍がワシントン条約付属書 I に掲載されている。日本では2020年の時点で熊属単位で特定動物に指定されており、2019年6月には愛顔目的での飼育が禁止された。分類学上、本種を ピューマ族とせず、猫族の会において、ピューマー族とする学説もあり、その場合の学名は、シノニムとしてのフェリス・コントロールである。俗名プーマや英名プーマの語源をたどると、スペイン語名を経ているが、そもそもの由来は、南アメリカのペルーやエクアドルに暮らす、先住民族、ケチュアの言語でのその名プーマに源流がある。ありがとうございます。